キューバ南東部のコーヒー農園発祥地の景観はキューバの世界遺産の一つ。キューバのサンティアゴデクーバ州とガンタナモ州にまたがる8万1475ヘクタールの土地に171のコーヒープランテーションの遺跡が存在する。カリブ海での黒人奴隷を使ったプランテーションは18世紀にはフランス領の山度まで大規模に行われていた。しかし、 ハイチ革命によってサンドマがハイチとして独立すると白人たちは多くの黒人奴隷を連れて別のプランテーション用の土地を求めたこの時に当時スペイン領であった隣の島キューバに移る者たちが現れたキューバは主にサトウキビプランテーションの移入地になったが南東部のシエラ・マエストラの麓ではコーヒープランテーションの移入が試みられたシエラ・マイストラ一帯は 気候は、ハイチと似ていても、鬱蒼とした森林が茂っていた分、開墾には多くの困難を伴った。しかし、苦労しながらも次々とプランテーション経営が始まっていった。19世紀には多くの農園が作られたが、ハイチ伝来の伝統的手法に頼る経営は、その頃コーヒー栽培が始まった、ブラジルなどの南米大陸諸国の新しい手法との、 競争には不利だった。その結果、キューバでのコーヒープランテーションは全時衰退していった。登録されている地名は以下の通り。ID はユネスコ世界遺産センターが割り振っている世界遺産登録 ID である。世界遺産登録にあたっては森林を開墾して作り上げた苦闘の痕跡がうかがえる文化的景観を成していることなどが評価された。この世界遺産は 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。